いどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコース、なんとですねブラジルの方なんですよ。いや初めてだねブラジルって。ローリントローリン3/4A ニューエラーって書いてるんですけど、クリア率はなかなか低めの 1.12%、まあ、ブラジルの方のトロールはどんな騙し方なんでしょうね。タンクさんね、ダンタンクかっこいいね。なんかそういうガンダムなかった？ガンタンクみたいなガンダムあんま詳しくないんですけどね。じゃあこれはどうしよう、なんか速攻ブラジルだね全然意味わかんないけど、じゃあここでジャンプして、うわぁ来た、見た今の神回避。これはここだったら間違いだったのかな。これ一番左はなんもないね。とりあえず今の正解っぽい、たまたま正解したくらい。おっなるほど、これはキラーに乗ってこのまま右に行って、そういう騙し方ね。いやいいよ、上等じゃねえか。日本の反対側にいるけどその挑戦状受け取りました。じゃあここのなかなかやるねじゃあここ一旦右行って左行く、こういう回避の仕方で合ってると思うんですよね。でここでやって、怖えマジで怖え、ここ荒々しすぎコースが。あれまだ取り返し効くよね。ここに乗ってジャンプ、うわダメじゃねえかじゃあここ走って右行くね、こうでこのまま上に行く、オッケー。これ多分何も出ないと思うんですよね、ほらさっきまでいなかったじゃん、なんで急に出てくんの石親父。左行ったらダメってことが分かったんでこのまま行きます。でうーわどっち、これ絶対右が正解だと思う。ダメな方が正解っぽいってことは多分こっちが正解だと思う。あボム兵が出た、ボム兵が来た。いやこれ合ってたよ今の危なかったけど、嘘、あこっちで合ってんじゃないいや多分あのドアで合ってるかもしんない。じゃあここをあのドアに入ろう、すぐ真ん中行きます、オッケー。いや今の危なかったね、真ん中も。でここは中間ポイントを取ろう、一旦左に行こっか。中間ポイントはすぐ取らせてくれないと思う、だから左行きます。いやちょっとすぐ右に行っても間に合わん、臭くない、なんかそんな気しない、行ってみるね一回。はっ、いややっぱ間に合わんね。なるほど、そこにドクロコースターがあんのか。だからここ一回こう行ってまたジャンプして、そうここに避ければいける、こうやってね、きたざまあねえなブラジルよ。じゃあこのまんま右行きまして、上から行こう、なんか危ないんで上から行きます、怖い怖い怖い。じゃあここは、いや大丈夫、あの金魚は今多分やられてんじゃないですかねやべ片言になってる。これは恋のところじゃないとこ行くね、関係ねえね。じゃあこのままオンオフしますね、オンオフして、うわどうしよう、これは何も取らないで左に行く、いやこっちしかないもんね。でもでこれはうわ待って、あ来た、来ましたよキノコさんが、ありがとうじゃあこのまま右に行って上行こっか、上も行けない、あなんかでも即死系がないね、どんどん先に進めてる感じはするけど。じゃあこれはドス落としておいてね、やっぱそうなると思った。え？なんかさっきと違うやん、あれ？あ、な、マジでなんかさっきと違う、ほら、え、なんこれ。とりあえずなんか楽しそうなんでここ叩いてみる、え、なんこれ。いやマジ意味わかんねええ、どういうことこれ、え、ここやられれないの、あ、来た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 、あれか、砲台で潰す感じで倒すのね。じゃあこれこのままいけたんじゃない。いやちょっと待って、こっちはもう先に待ち受けるものは死しかねえマジかこれ、こんなに頑張ってマリオ、こんなに頑張ってんのにさ、最後に待ち受けるものは死かわいそうだなこのマリオ。い
らねえよスターなんて。じゃあなんかね、さっきここで変わってたんですよね。これオンオフしてすぐ見に行くね。オッケー、多分こっちで正解なんじゃない。だからさっきとちょっと違うもん。これはうーわ、いるのかな。ちょっと取っていってみる。取っていけるのかなこれ。あ、取れないね。じゃあこのまま上行くね。なんかあの隙間入れないんですよ。よし、あ、ここまで来れるのね。じゃあ一旦ここはロッスに落としてもらって、オッケー。でこのまま右、あ、いける、いける、いける、オッケー、よし、タイミングバッチリ。これは怖いんでここで押します。ほらね、これはなかなか。ほら来た。今の読みは熱いね。下に行くのが正解なんじゃない。そんな気しない、こうドア入っていい感じかな。ドア入るしかないもんな。ドア入ってからの、あ、リンク手に入れた。リンク手に入れて、ここは弓、いや爆弾っぽいね。爆弾投げよっか。あー、ちょっと間違えたんだって違うんだって。これ絶対この音はやられるパターンのやつでしょ。ここは弓してみるけどどうなんの。なんか当てない剣っぽいね。あれ、パウに当てるのかな。いやもうちょっとこれ、よし来た。まあ、気づいてる方いると思うんですけど、あのドアの入り方に問題があるみたいで、ここね、ずっと上押しっぱでドア入るじゃん。まだ押しっぱね、ずっと押しっぱで爆弾を出すみたいな。そうしなきゃなんかこのドアにね入ってしまってなんかやられるみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。なんか右下にホールド上って書いてるからあれで分かったんですけどね。いや難しいいやぶっちゃけここね、ここだけで20分ぐらいかかってます。でこれは左が成功と見せかけてこっちが成功、多分こっちでやってる。で多分キラかなんか出てくると思う、降りたら。出てきて出てきてよ。あ、いやこれ合ってたっぽくない。で上行くみたいな。ほらほら、これで多分合ってたよ。だから左行ったら多分潰されてた、多分そんなんなってたんじゃない。でこれは上行ってもしょうがないんでね、ここ行きます。上行ってどうやって右に行くんだろうねあれ教えてほしい。カメハメハでも撃つのかって感じなんですけど。じゃあこれは、うわ怖い、これ右かな。ちょっとずつ行けば、オッケー。いやこれちょっとずつ行ったらいけるね。ここもちょっとずつ行こう。オッケー、ここ、ここ、ここ。でこれは走ってジャンプだね。はい、来たいや、え、そこにゴールあんの。いやちょっと待ってくれいや待って、これいつあれする、いつ解除できる。お前か、今のでね、もうゴールのやり方、うん、いや分かったと思うんですよね。もう一回も失敗しないでいけると思います。ゴールの瞬間が近づいてきました。ここはパックンの横のブロックのところに乗ろう。オッケー、いやこれでしょ、これがゴールでしょ。いや来たよ、みんなゴールするよ。さあ、マリオ、長かったね。嘘。え、いや、ちょっと待って。ちょっと待ってくれって。いや、完全にゴールでしょ今の。マジかよ。やってきました。ゴールの瞬間がやってきました。危な。危なかった今。でこのまま左行っての、ここがゴールと見せかけで罠なんだよな。でこのまま左行ってこっちが開く、多分ここ開くでしょ。オッケー、いやちょっと待って、ちょっとリベンジだね。ここはここに降りればいいんですけど、一旦穴が開いたらね、ボム兵が出てくるからね、待っておこう。いやまだだよ、ほらボム兵が出てきて、あいつが爆発した瞬間に行けるはず。来た！来たー！やったいやこれはきつかった、このコースは。いやなかなかでしたね。ダンク、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。